ここより世界に痛みを。神羅転生。一陣の風とともに少年は二度舞い戻る。一つは故郷の危機に無尽の力を持って、一つは決別の過去を超え新たなる希望を持って。懐かしいな。そうだの。全然変わってねえってばよ。なんか見るもん全部が懐かしいってばよ。ったく、ガキじゃねえんだからそうはしゃぐなっての。別にいいだろ、久しぶりなんだからさ。はそういうガキなところは全く変わらんの。なあなあ、これからどこに行くんだ。まずはやっぱり一楽に。ナルト？ナルトなの？え？もしかしてさくらちゃん？いつ帰ってきたのよ！久しぶりじゃない！うわあ、本当久しぶりだな。
それじゃあ無事に修行は終わったのね。おう、俺ってばバッチリ強くなってっから、どんな任務でもドーンと任せろってばよ。そういう意味不明に自信あるとこ昔から変わってないのね、あんた。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。とりあえず先に綱手んとこに向かうぞ。あいつに挨拶なしじゃ後で何言われるかわからんからの。あのさ、エロセニー、その前にちょっと里を見て回ったらダメかな。ん？久しぶりだからさ、うずうずして仕方ねえんだ。ったく、そんなのは後でだと言いたいところだが、お前にとっちゃこんなにも長く里を離れたことはなかっただろうからの。ふん。大丈夫です、ジュライア様。ナルトには私もついていきますし、責任持って屋敷まで連れていきます。おお、帰ってきて早々桜ちゃんとデート。違うっつうの。ふん、ならばわしは先に屋敷に行っておく。お前たちは適当に里をぶらついてから屋敷に来い。いいな。おっす。序章、ナルト帰郷。それじゃあ適当にその辺回りながら屋敷に向かいましょうか。いや、なんかワクワクするってばよ。綱手様、ナルトを連れてきました。おお、久しぶりだな。ばあちゃんに静音の姉ちゃん、元気してたか。ナルト君、お久しぶりです。その想像しさ、変わらないな、ナルト。ってわけで、エロ仙人とすげえ修行してさ、かなり力がついたんだぜ。これからの活躍に期待してくれ。自信を持つことはいいことだ。だが期待するのは、お前たちが相応の力をつけているかを試してからだな。どういうこと？ま、お前たちにはこれからとある試験を受けてもらうってことだ。へっ、カカシ先生。よう。うわー、カカシ先生ってば全然変わってねえ。お前も、ま、その性格は昔のままだな。あの、カカシ先生、試験って何のことなんです？それに、お前たちって。ナルト、そしてサクラ、お前たち二人がこの3年でどれほど力をつけたのか、そしてこれから共に任務を行えるかどうか、これを使ってその見極めをさせてもらう。鈴？ってことは。ああ、お前たちにやってもらうのは3年前にもやったあの鈴取り演習だ。
鈴取りか懐かしいってばよ。あの時は俺から鈴を奪えなかったが、さて今回はどうだろうね。試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな。はい。それじゃ待ってるぞ。ナルト。ああ、俺たちの成長ってやつをカカシ先生にしっかり見せてやろうぜ。この先だよな、演習場。ワクワクしてきた。ねえ、ちょっと待ってよ。どうしたの、さくらちゃん。あのさ、カカシ先生に会う前に準備運動しとかない？準備運動？それ別にいいけどさ、何すんの？いろいろ方法はあるけど、手っ取り早いのは、やっぱり実践形式の手合わせね。それって準備運動どころじゃないと思うけど。でもいいぜ、そっちの方が性に合ってる。ただ実践形式だと俺ってば手加減できねえかもよ。上等。あんたの力を見る上でもちょうどいいわ。そんじゃ早速手合わせ開始だ。行くぜ、さくらちゃん。Yeah.